はい、皆様こんにちは。ですね、本日12月23日 ?22 日もう、ね、クリスマスまであと数日なんですけれども、じゃじゃん、こちら、ジョンさんがもうクリスマスまで待てないというのでクリスマスプレゼントをくれました。普通ね、クリスマスプレゼントもらう人が待ちきれないんですけど、ジョンさんもうこれをくれたんですけど、これ何だと思います？実はね、これちょっとじゃあ見てみましょうか。ジョンさん、 Thank you。 So good. Yeah, you gave me this one for... It's mini oven です。あー、ミニオーブンだそうです。 That's too close。 Sorry。 じゃあね、こういうものが入っているんですよ。ちょっとね、じゃじゃーん、これね、まあ、ミニオーブンってジョンさんさっき言ってましたけれども、ホットロジックミニって書いてありますね。じゃあちょっとこのバッグ開けてみましょうか。はい、ちょっと待って、でれん、なんとこちらランチを温めてくれる、ホットプレートバッグなんですよ。すごくない？このバッグ嬉しい。ほら、これランチボックスをね、ここに入れて、これ保温じゃないんですよ。もうこのプレートでガンガン温めてくれるみたいなんですね。で、なんかこれはもうこのバッグについてくるお弁当箱なんですけど、ちょっとチャチいので、ジョンさんね、これ別途でこのガラスの容器も買ってくれました。わー、ということでね、これ明日のね、お弁当楽しみです。いつも冷えたランチ食べてたので、もうね、もう一応朝出勤前に家でマイクロウェーブでチンしていくんですけど、ランチにはもう到底冷めてて、生ぬるいランチを食べてたんですけど、ほら、マンハッタンで毎回ね、外食っていうわけにはいかないし、ランチ持参してる私にはこのバッグちょっとありがたい。明日から温かいお弁当です。じゃあ、はい、こちら、私はね、お料理するのも得意じゃなくて忙しいのでね、もうクックする時間がストレスになってしまうのです。時間の短縮と時短生活とストレス解消のために、こちらのハッピータミークラブの、和食作り置きサービスを利用させていただいております。それをね、お弁当として詰めて、ディナーとランチと。ただね、ジョンさんは会社のね、マイクロウェーブで温められるんですけど、ランチね。私のオフィスにマイクロウェーブがないので、いつもせっかく美味しいハッピータミーの和食作り置きサービス利用してるのに、冷えたランチをいつも食べてたんですね。はい、でも明日からは温かいランチが食べられます。イエーイ、じゃじゃーん。これをね、蓋するでしょ。そしてこれね、この鉄板を入れてジッパーしてね、ここにコンセント入ってんですよ。ほら、これをね、スイッチオンすればランチ温かいの食べれます。はい、こちらミニオーブン持参です。これから出勤です。ちょっとダサいけど温かいお弁当食べれます。ではミニオーブンを持って出勤でございます。ちょっとこの持ち運びどうなんかな。行ってきます。皆様、
オフィスに到着しまして、だいたいですねランチタイムの1時間か2時間くらい、1時間半くらいでも大丈夫かなくらい前にスイッチオンしておくと、ランチタイムにはほかほかのお弁当が食べられるってことなんですけれども、じゃあ早速ね電源入れておきます。はい、皆様お待ちかねのランチタイムです。ででん、おー、あったかいよ。ちょっともうね匂いもねするのよ。ほらいつも冷えたランチだから匂いとかしなかったのに。わーお、え、あーちゃ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 、ガラスだから熱いよね。ちょっとあ、見せるためにここからやった方がいいかな。ちょっと開けるよ。やった。ま、煙までは出ないけどね。でもすっごいほかほか。じゃあちょっといただきます。さすがにね、箱から出してね。信じられない。このオフィスにはマイクロウェーブがありませんけれども、温かいご飯が食べれます。じゃあちょっとわあ、じゃあじゃあ、あつつつつつつ、あつあつあつつ、じゃあ温かいご飯いただきます。まずね、これミートボールからいっちゃおうか。やっぱりね、あったかいと美味しいし、柔らかいのね。もう冷たくなっちゃうとキュッて固くなっちゃうじゃない？こちらサーモンいただいちゃうよ。美味しい。このクリスマスプレゼントなかなか良しです。もし冷えたランチを食べている方がいたら、もうマストアイテムかも。ちょっとね、バッグダサいっていうダサいんですけど、もうやっぱ機能勝負よ。美味しい。まあ来年のクリスマスプレゼントとかね、いいかもしれませんよ。うわあ、この7年間冷えたランチを食べ続けた女のリポートでございました。今日から温かいランチです。そして、明日クリスマスになりますけれども、もうすでにクリスマスプレゼントをいただいてしまいました。サンタさんありがとう、すごいいいよ。では皆様、メリークリスマス、ハッピーホリデーズ、まだまだ今年もお会いしましょう。そして来年もよろしくお願いします。